私どもが喋りますよりも、やはり皆様方が平素教育の現場で、あるいは宗教界でお感じになられていますご意見を、今日はぜひ谷垣総裁もおいででございます、聞かせていただきますように心からお願いを申し上げ、簡単ではございますが大会のご挨拶とさせていただきます。今日本当にありがとうございました。私どもがもう一回その帰るのは、実は昭和30年の決闘の言葉には政治は国民のものであると書いてございまして、やっぱりそこに帰らなければいけない、まあ、いうことで、私全国行脚を、まあ、させていただいておりまして、生の声を伺って党再生に役立てようと。乾杯。乾杯。誇りということをしっかりと新しい党の基本の綱領に入れさせていただきます。まさに今民主党にないのはその誇りということではないでしょうか。ホテル電話入れて、予約を入れようと思ったらお名前は何とおっしゃいますかって言ったら、三遊亭金馬ですと言ったら、国籍はどちらの方ですか。それくらいちょっと売れ行きは悪くなっておりますけどね。それはまあ元気がなくなんな無理はありません。しかし、日本を元気に、元気な日本を作る会という、本当にいいスローガンです。元気な日本を作るのは何でもないです。自民党が元気になればいいんですよ。じゃあどうやったら元気になるのかって言ったら、自民党の先生たち、女性記者落語を聞いてください。元気は絶対元気になりますから。日本の元気を出すプロジェクトも、今日は教育関係を招いての会合でした。やはり教育は国家の基本であります。教育は一にご両親、社会が子供を育てるということは本当に間違っています。これはまさにポルポトと一緒です。そういうことを考えている人たちに政権をこれ以上任せるわけにはいきません。